不評連帯を表すナトウ軍の閉和記号不評連帯とは、不評を主とする連帯。古今東西の陸軍では最も数が多く、戦力の機関となるのが不評連帯であり、一般的に不評大隊を機関として、連帯本部、火力支援や雑務を行う特化中隊を組み合わせて編成される。国や時代によって、不評1個大隊編成と3個大隊編成があり、 編成によって人数は大幅に異なり、おおむね1000人から3000人程度の兵力を指す。各不評連隊に加視された帝国陸軍の軍旗第日本帝国陸軍には以下のような不評連隊があった。干渉なしの不評連隊は第1から第524連隊まで置かれた。帝国陸軍における不評連隊の軍隊符号は愛。 対号などは符号に関し321愛などと表記し、この F 不評連帯は、この上の G と合わせ1に、不評旅団、不評団は、旅団、団の B と合わせ、イブとした。明治4年に設置された賃代が、明治6年に6個賃代になり、例下に第1から第14までの14個、不評連帯が置かれ、その後明治19年までに24個の不評連帯が置かれた。 これら24個不評連隊は、明治21年5月、陳代が、師団に改編されると、師団励化となった。各不評連隊には、英術が定められており、基本的に永久にその土地に駐屯するものとされた。陳代が、師団に改編される時点の陸軍常備団体、配備表では、下表のように、英術が定められていた。浮世絵。 第2軍以下へ背面大攻撃中央のふさつきの朝日畑は、不評連隊の軍機この F 不評連隊が第1から第10連隊まで置かれた。この F 不評連隊は、この F 団創設後は同師団に属した。台湾不評連隊は2個置かれ、日中戦争開戦以前は台湾守備隊に属していた。太平洋戦争では、第48師団に属しフィリピン攻略と、 来院作戦の主力を務めた。北新事変に際して、成長による外国交換保護が十分でなかったことから、列強は自国の交換を防衛するため軍隊を駐屯させる権利を得た。これに基づいて、日本も天津に新国駐屯軍を駐屯させ、その霊下に北平駐屯不標隊と天津駐屯不標隊を置いた。その後、 昭和11年4月18日に、シナ中東軍を強化したのに伴い、北平中東不評隊を、シナ中東不評第一連隊に、天津中東不評隊を、シナ中東不評第二連隊に改編した。昭和12年7月7日に六甲橋事件が発生し、日中戦争が勃発、同年8月31日に、シナ中東軍を第一軍に改編し廃止した際、 直轄部隊はシナ中東根制旅団に改編され、翌昭和13年3月12日に、シナ中東兵団と改称した際に、シナ中東府標第3連隊が設けられた。シナ中東軍廃シーズンは、シナ中東府標旅団、廃止後はシナ中東根制旅団、昭和13年3月12日からシナ、中東兵団に、同年6月21日からは、 第27師団に属した。独立不評連隊は、関東軍の独立混成第11旅団に属していたが、後に第26師団に属することとなった。各独立不評連隊は、第26師団に属して、以降も独立不評大連隊を称し続けた。以上のほか、部隊名に不評連隊が含まれるが、特殊な性格のものとして一家がある。 明治23年11月1日制定時の陸軍定員令によると、当時の不評連隊の平時定員は次の通りであった。一個連隊は三個、大体十二個中隊から構成されていた。なお、本省において単に、軍装としたものは一等軍装または二等軍装の意味である。また、諸校長は一等軍装総統官であり、諸校課長は二等軍装総統官である。 このうち、連隊長、連隊府少佐、連隊副官、二等軍異性、大隊長及び大隊副官が乗馬本文社であり、連隊長及び大隊長には乗馬2匹が用意される。よって、連隊全体では、将校70名、巡視官下士145名、兵卒1440名、各部66名の総計1721名、 軍馬14匹が定員となっていた。軍機祭等の行事も行われた。第二次世界大戦当時のアメリカ陸軍の不評連隊は総員3068名で編成は以下の通り。不評中隊は小銃3個小隊と下記小隊1個から編成され、下記小隊は M に6 0ト、mm、ル迫撃砲班3個と機関銃分隊2個からなっており、 不評3個小隊を3門の M260mm 迫撃砲が支援するようになっていた。M181mm 迫撃砲は、重火器中隊の迫撃砲小隊に6門が配備され、3個、不評大隊で1個連隊を構成していたので、合計で18門となった。1957年、アメリカ陸軍は、ペントミックとして知られる、新しい編成を採用した。 この編成では、従来の不評連隊の枠組みは解体され、代わりに5個の連隊戦闘軍が編成された。この連隊戦闘軍は5個小銃中隊と戦闘支援中隊から編成されており、従来の不評連隊と不評大隊の中間的な規模であった。ペントミック編成は1960年代初頭には、見直され、ロード再編成計画が発動された。 これによって、ペントミック式の連帯戦闘軍は解体されたが、不評連帯が再編されることはなく、大隊を機関とする編成法に移行した。ただし、連帯の戦歴を継承するため、それぞれの不評大隊は、かつての所属連帯の名前を冠することとされた。ロード計画以後も数度にわたって、編成の見直しが行われたが、大隊を機関とするという点は変化しておらず、現在、 アメリカ陸軍には常時編成される戦闘単位としての不評連隊は第75レンジャー連隊が存在するのみとなっている。また第503不評連隊はその名前を関する大隊がいずれも第173空挺旅団戦闘団に所属していることから事実上連隊の編成が存続しているとみなされることもある。ありがとうございます。